を書いときました。ありがとう。そう、一応私の集合時刻が1時になってるので、もうついてるっちゃけど、あのお仕事の集合時刻が1時なので、そうめっちゃ早く45分、いや46分47分くらいに着いたので、ここに、はい、あの30分くらい配信できるかと思います。あと仕事終わったら、あのちょっとだけ配信できたらいいなって思ってるんですけど、この後はちょっと本当に読めないですね。この30分はとりあえずできます。あ、外仕事、そういうことね。みんな慣れない椅子、初めて座ったこの椅子、ありがとうみんな。イベントラストの日、30分くらい、30分くらいするので、私30分後の時間に なる3分前に教えてほしいです。はい、30分前に教えてほしい。お願いします。待って、リップ持ってくればよかった。待って、リップしてない。お蕎麦食べながら見てる、嬉しい、ありがとう。待って、30分後ってあの配信スタート時刻から30分後って何分じゃそれの3分前。うん、配信時刻いつになってる？ 3 分ぐらい？ 3 分ぐらいになってますか？帽子かぶろうか。2分かなってことは32分の3分前なので29分になったら教えてください。29分になったら教えて、うん、ありがとう教えてくれて。29分になったら教えてください、うん、はい。なんかね、めちゃくちゃねコンパクトな机がちょうどあって、めっちゃ足置き場もあるくらいにちょうどよくて、そう、ありがとうみんな。あ、この椅子すごい揺れる。え、これ寝れるかも、めちゃ寝れる、いいね。関西エイトおじさん、レインボースター、ありがとう。皆さんありがとうございます、お忙しい中星投げとカウントよろしくお願いします。イベントラスト頑張っていきましょう。めっちゃ寝れる、これゆりかごみたい、ゆりかご、ゆりかご、うん、いい、ゆりかご、どうもどうも、ゆりかごだ、寝れる。そう、よかった、本当によかった。そう、私今日何分配信できてるかな、今日何分配信できてるやろ、ちょっと待って、あ、1時間59分、あ、2時間できたので、まあ、ちょうどいいくらいですかね。2時間半はできることになるので、めっちゃいい椅子、揺れる椅子って遊んじゃうわ本当に、いいね。そう、めっちゃいい場所を、超ね秘密基地みたいなところに今いるんですよ。めっちゃ秘密基地、めっちゃ物がいっぱいあって、なんかもうあの壁と物がいっぱいって感じ、なんか倉庫みたいなとこでやってます今。倉庫みたいなとこで
の中でなんかあのスタッフさんが音漏れしないようなところ、音があんまり聞こえないところを見つけてくださったみたいで、そうここ背景にしてほしいってそう言われたので、すごいありがたい、ちゃんと準備してくれてました。うん、でもこのポジションに着くまでのね、あの道のりがね、すごい秘密基地感があって楽しい。確かにバキってなったら最悪やんねん。お昼ご飯しそうかも、イエーイ。そう、めっちゃいい感じのポジションに今座らせていただいております。待って、集合時刻1時で合ってるね。不安になってきた。もう会場ついてるけど、うん、1時ですね。大丈夫だわ。あまり、あ、怖いな。秘密基地で隠れてる感じって楽しそう。そう、めっちゃ隠れてますよ。楽しいです。なんかいろんな機材が、道具椅子とかある、机とか。そうね、配信始まる前に Wi-Fi 知りたくてマネージャーさんにあの LINE したらすぐここまで来てくださって、そうそうね、マネージャーさんいるのでまあ呼びに来てくれるか。でも何分くらい配信できたらいいって言われて、15分から30分配信したいですって伝えたので、まあ、多分大丈夫ですね。グッジョブ。そう伝えてあるので、カラスのガンクさん、線香花火ありがとう。さあ、お久しぶりで、関和夫さん久しぶり、嬉しい、ありがとう。なんかちょっと小ご、何、お家とかホテルでやるより小声かもしんないけど、皆さんごめんなさい、そこら辺はご了承ください。少しでも配信できたらいいなって思って、うん、トーマさん、線香花火ありがとう、ありがとうございます。皆さん星投げに来たみんな、ありがとう、助かります、とても嬉しいです。うん、ナッツンさん、線香花火ありがとう。線香花火、ファミペンのクーポンで豆腐と枝豆のひじきの愛が届いて、そのおいしい、頑張れる、頑張れてると思った。すごっ、すごい嬉しい。サーノン推しやん、もう完璧。サーノン推し完璧。いい仕事してますね。帽子がかわいい、嬉しい、ありがとう。ゼブラの帽子かぶってます。最近バケハにハマっちゃって、そうちょっと前まではキャスケットにハマってて、まあ、キャスケットもかぶるっちゃけど、今バケハにブームですね、私の中じゃ。バケハブーム、うん、うわあ、うん、50カウント感じ、ありがとう。みんな星投げもカウントもありがとうございます、頑張ってくれて。みんなは今休憩中かな、休憩ですか。え、本当に、あ、やばい、これ机動くんやった、忘れてた。この椅子に座ってほしい、うん、完璧。サーノンはお昼食べてないです。サーノンは朝ごはん食べましたね、7時半ぐらい。ちなぎカウントよろしくお願いします。ありがとう、見かけ。
優しい。みんなお昼ご飯食べん、お昼ご飯食べながらとかでもいいので皆さん見てください。ちょっと豪華っぽい椅子ね、色がね豪華だよね。確かになんか紫ってなんかちょっとゴージャス感ある、うん、朝食べたのはめっちゃ知ってる。うん、そうね、配信見ちゃったもんね。え、みつきちゃんお昼決まんない？え、じゃあさ、ちょっとどこで買うか教えて。決める。どこで買うか教えてよ。うん、コンビニ？コンビニだったらコンビニの種類とか教えて。決める、任せて。プレジュアとマークマニアックな人さん、レインボースターありがとう。トマさん、かわいい、ありがとう。嬉しいです、ありがとう。ちょっと待って、大丈夫かな。それも決めてなかった？セブンイレブン、セブンイレブンならひじきとお豆のサラダと、うーん、おにぎりの五目いなりとか好き？五目おいなりさんとか好き。うん、あーにルイボスティーとかあ、でもあれも好き、ゆずサイダーも好き。うん、え、お揚げさん作ってたぬきそば、すごいすごい、お料理すごいね。とかいかがですか、どうですか。マンゴーいいね。1ヶ月前から2ヶ月前に決めてくれた献立と似てて、それちゃんらしくて大好きやばいバレた。確かに、あ、でもあれも美味しいよね、サラダ麺。サラダ麺美味しい。うん、あとセブンイレブンチャーハンおにぎり美味しいよね。美味しいよね。そばに乗せたけど、お揚げさんもうちょっとそろかつ、あ、もう確かにお稲荷さん食べたりするもんね。確かにそろかつっぽいわ。国曜さん、レインボースターありがとう、ありがとう。レインボースタースタースター、ありがとう。もしかしたらこの配信がラストかもしれない。なんかお仕事終わった後はちょっとできるかわかんないんですよね、時間が超微妙なので。うん、なのでこれラストかもしれない。うん、そうですね。こんにちは。え、みんなお昼ご飯教えてよ。お昼ご飯、お昼ご飯教えて、みんなのお昼ご飯、みんなのお昼ご飯とかね、夜ご飯聞くのね結構楽しみにしてるんだ。わさっぴさん、くまちゃんありがとう。くまたわ、せーの、うん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 、ありがとう。クリームコロッケいいね、ラーメンチャーハン最高、中華唐揚げ弁当、おお、鮭いいね。鮭おにぎりとしそわかめのおにぎり2つだけ。あ、そらかつだ好き、やったぜ。サンドイッチと卵焼きとオクラサラダ、え、もう大好物だらけ。パン食べようかな。いいよいいよいいよ、いいじゃん、パンか、パンね、いいね。セブンイレブンのメロンパンとか美味しい。メロンパン、メロンパンとかあれも好き、なんかちぎりパンみたいな
チョコレートのやつ、あれも好き、美味しい。ああ、篠太郎ありがとう。デザートは牛乳寒天にキウイフルーツ入れたから食べるね。牛乳寒天好きね。大好物もしかして。ナッツさん、ハートありがとう。大好物かな。はやちゃん、レインボースターありがとう、嬉しい、ありがとう。不思議な道通ったらコンビニなくて泣いて、え、ちょっと王道の道歩こう。不思議な道か、歩いてみたくなるよね。好き、そういうの。牛乳寒天夏っぽいし簡単に作れるからこの時期よく作る。作ったことないよ。牛乳寒天どうやって作ると。わかった、牛乳にゼラチン入れるとか。いや待って、牛乳にゼラチンを入れて、え、でもそういうこと、牛乳にゼラチンみたいな感じ、そしたら固まるよ。牛乳寒天ってそういうこと。ほうこさん、ハートありがとう。ハートハートハートありがとうございます。すごいお腹鳴る、お腹空いた。お腹が空きました。水と牛乳と、あ、違った、粉寒天と砂糖。お水、牛乳、粉寒天、砂糖。あ、全然違ったわ。牛乳にゼラチン入れたら絶対美味しくないもんね。さやちゃん、ご飯食べる時間あるって。お仕事終わってから食べようかな。とりあえずお腹空きました、お腹空きました。グーグーハングリー。そう、大丈夫だよ、大丈夫だ、ありがとう。グーグーお腹はハングリー。あ、あぶない、バッグがすってんころりんす、ポンポンしちゃいました。ありがとう、大丈夫だよ、元気だよ。ぶつけちゃうよ、バッグをシンプルに下に落としました。え、待って、落としたけどこれ大丈夫だよね。牛乳寒天めっちゃ簡単、あっさりしてるし、今のソラノンでも食べれんかなって。あ、今のソラノン牛乳寒天どうやろうね。でもね、今の空のね、牛乳飲めないよ、飲めん、牛乳飲めんけど、あの最近ね、プロテインのチョコレート味に牛乳混ぜて飲めるようになった。でも牛乳飲みは無理、牛乳もともとでも大好きやから結構ショック。麻婆豆腐丼いいね、美味しいがね。待って、ショールームでめっちゃお腹が鳴りそうだ、にゃだ。ミルクコ、ミルクコって何。あ、ミルク餅、ミルク餅って何。サーモン
そうなん、日焼けした。待って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 、日焼けした。嘘、本当？日焼けした？帽子じゃなくて？メイクしてない、ノーメイク、スピン。ナッツさん、レインボースターありがとう。今ね、カラコンが入ってるぐらいメイク何もしてないですよ。カラコンだけ入れてる、カラコンだけ入れて出てきました。ねえ待って、焼けてる本当に？嘘、やだよ。でもね、海行きたいんですよ。そう、海行きたいから焼けるよね、どっちみち。皆さんあと10分ぐらいお付き合いください。星なぎカウントありがとう。黒曜さん、くまちゃんありがとう。せーの、うん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 ありがとう。少し赤く見える気がする。え、確かに。なんで？赤いね。なんかほっぺとか赤くない？なんで？ありがくまたわ。ミルク餅は牛乳と砂糖と片栗粉？片栗粉でお餅になるの？すごっ。クヨさん、一番星ありがとう。嬉しい。サーノン見てたらほっぺめっちゃ赤くなってる。それはサウンのことか。好きだから。血行がいいからってこと？そういうこと？おお、赤いの？じゃあいいのかな。でも確かに今日なんかショールームで見る限りなんか赤いね。めっちゃ赤いね。めっちゃ赤いかも。ね、赤いよね。やだ。まあメイクするのでいいでしょう。今からメイクするので、配信終わったらメイクする。ナッツンさん、タコさんありがとう。食堂みたいなにぎやかな音してるでも声は聞こえん？大丈夫？声は聞こえない？ざわざわ聞こえる感じ？めっちゃお腹鳴る。あー目が。ところで今日は何のお仕事？あ、そうだ、それ言ってなかったね。もう焦ってた今日は撮影です。撮影、今日は撮影です。サングラスの写真めっちゃ可愛い。嬉しい。そう、ツイッターにもインスタのストーリーにも載せたので。声は聞こえない、よかった。そう、今日撮影なのでちょっとさ、声が聞こえたらやばいやん。そうだから、そうなんです。レッスンとかだったらね、普通にね配信できちゃうけど、レッスンじゃないので。違うよ。ねえ、ちょっと待って、違います。違うのよ、違うのよ。今日は撮影です。そう、だからなんかピピっていう音が聞こえてるかもね。ピピっていう音が、写真撮ってる音が聞こえてるかもしれない。そう、
もちろん洋服ですよ。洋服、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 衣装、衣装です。もちろん衣装。国陽さん、一番星ありがとう。サーマは水着着ないって言ったやん。みんなお洋服、お洋服派。はい。チーンって聞こえた。誰かパン焼いてる誰かパン焼いてるかもチーンってなった。コメントしたいのはいいけど、服着てってなんかもないな。そうね、そうね、本当だよ、本当だよ。まさっぴさんとしたことが。まー、あ、ちゃん、レインボースターありがとう。焼けたかな。うん、パン焼いてる音が聞こえた。え、チーンってめっちゃ聞こえたやろ誰かパン焼いてる。3分前ありがとう。ありがとう、ちゃんと覚えててくれてありがとう。それではランキングを読んでいきたいと思います。13位はトメさん、ありがとうございます。12位はピンクのクマさん、ありがとうございます。11位は YKYK アットマークリランチさん、ありがとうございます。10位はアッキーさん、ありがとうございます。9位はヒデトさん、ありがとうございます。8位はハヤちゃんアットマークルンバニアさん、ありがとうございます。7位は関西エイト推しさん、ありがとうございます。6位はプレジョンアットマークマニアックな人さん、ありがとうございます。5位はカラスのカーコアットマークルンバニアさん、ありがとうございます。4位はドマさん、ありがとうございます。3位はマッツンさん、ありがとうございます。そして2位はワサッピさん、ありがとうございます。そして1位は国陽さんでした。ありがとうございます。お弁当温めたんかな。なんかチーンやからさ、やっぱパンやない。マッツンさん、花束ありがとう。みんなありがとうね、忙しい中見てくれて本当にありがとうでした。ありがとうです、いつも本当にありがとうです。あの撮影が終わったらまた配信できたらいいなと思ってるんですけど、あのヘアメイクとかしてるのでするのでできたらいいなと思うんですけど、まあできる可能性は何パーセントだろう、わかんない。できんかもしれない。これラストかもしれないので、皆さん本当にありがとうございました。またあの残り30分配信できたらやろうと思うので、でもできても4時台ですよ。あのぜひ星を満タンにしてとりあえず待っててくれたら嬉しいです。はい、またさっきみたいにめっちゃ直前になるとは思うんですけど、755とツイッターでお知らせしますね。みんなありがとう。それではあと2分ぐらいかな。あと2分、あと1分ぐらい。あれ32分に終わればいいんだっけ。32分に終わればいい。仕事しながらお節貯めときます。本当にごめんなさい、ありがとうございます。せーの、空のじゃんけんじゃんけんぽい。755ずっと見とく、ありがとう。あ、アイコ、おりっち。それでは皆さん、お仕事頑張ってきます。撮影行ってきます。皆さん、ありがとう。ありがとね、みんな。バイバーイ。ありがとうございます、皆さん。お仕事行ってきます。撮影行ってきます。ありがとう、みんな。バイバーイ。